はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回お届けする記事は、国際社会で孤立しつつある韓国、さあどうするという感じのね、記事をご紹介しましょう。まあこちらの記事ですね、もともとこちらの記事は、この態度なんかパククネ大統領の喉に刺さった慰安婦像という記事で、まあ、3ページにわたっている記事なんですが、まあ、それぞれちょっと、独立した感じの内容となっていますので、今回はですね、その2番目の記事をご紹介したいと思います。まあ、今回ご紹介する記事は主に日本から出ている、まあ、国際社会で、孤立する韓国という、まあ、指摘をしている、記事なわけですが、これに関連して、こちらの記事もですね、ご紹介しましょう。こちらは主に韓国国内から出ている韓国政府に、まあ、対する、批判の記事ですね。はい、ではまずいつものように記事は政治さんから読んでいただきましょう。どうぞ。国際社会で孤立する韓国。早稲田大学教授の重村智義氏が言う。今年4月、安倍総理は訪米して議会演説を行いましたが、韓国は事前にアメリカ政府に対して慰安婦問題を演説内容に盛り込むよう圧力をかけてほしいと掛け合っていた。アメリカ政府はこれに強く反発し、逆に韓国に対して日本との対話路線に舵を切るよう圧力をかけたのです。元朝日新聞ソウル特派員でジャーナリストの前川めぐみ司氏も、今年3月、中韓アメリカ大使が切りつけられるという事件が起こって以来、アメリカの韓国を見る目は厳しい。今回、世界遺産の登録問題で妥協したのは、アメリカに対してのポーズに過ぎません。と話すが、韓国が日本への態度を軟化させた外交的要因は他にもある。それは、中国との関係です。昨年11月と今年4月、中国の習近平主席と安倍総理の首脳会談が実現した。これに韓国側は危機感を抱いたのです。韓国は中国と一緒になって日本にプレッシャーをかけ、歴史問題で譲歩を引き出そうという戦略だった。しかしその中国が日本との関係改善を進め、韓国ははしごを外される格好になったのです。コリアレポート編集長の当たり新一氏。こうした状況についてパク大統領は不安を感じていることでしょう。国際社会の中で韓国は孤立しているのではないかと、拓殖大学大学院特任教授の武貞秀氏はそう分析するが、外交評論家の田久保忠守氏も同意見で、かたや日本はアメリカとの強固な同盟関係を再確認し、中国との外交ルートも積極的に開いている。そうした日本の外交を見て、世界で孤立化する自国の状況を確認したのでしょう。一方、韓国国内に目を転じても、やはりパク大統領にとって頭の痛い問題が山積しているのが現状だ。直近の支持率が3割を切ったのは MERS 中東呼吸器症候群の感染拡大の影響です。パク大統領はどこの病院が感染源なのかをずっと発表しませんでした。なぜかといえば、そこがサムスングループが経営する病院だったから。結局抑えきれずに発表しましたが、しばらく発表を渋ったせいで被害を拡大させたと不満が渦巻いている。とは先の室谷氏である。また当初保健福祉大臣は MERS は大した病気ではない、マスクを着用する必要もないと言っていた。しかし自らが視察に赴く先ではしっかりとマスクを着用していた。そのことでも大きな批判を浴びていますし、隔離対象人物が勝手に香港に行ったり、1500人が集まる集会に顔を出すということもあった。政府の対応は明らかにまずく、大統領の支持率が下がるのは当然です。はい、という内容でした。では記事をもう一度出しましょう。こちらですね、まあ日本にいるいろんな方が韓国の今現在の国際社会において孤立しつつある状況を、ね、音声の方で今、記事をご紹介したわけですが、早稲田大学の重村教授というんでしょうかね、今年4月の安倍総理のアメリカでの議会演説
まあ、大成功となったわけですが、それ以前に韓国はアメリカ政府に対して、安倍首相に慰安婦問題についてしっかりと演説の中で話すようにとね、まあ、掛け合っていたわけですが、アメリカ政府はこれをノーとしたということですね。うん、まあ、韓国は相手にしてもらえなかったというわけです。そして、元朝日新聞ソウル特派員というジャーナリストの前川さんも、韓国の上で今年3月に、起こったアメリカ大使館が切りつけられる事件を送りましたね。まあ、それ以来、失礼しました。それ以来、アメリカの韓国を見る目は厳しいと。うん、そういうことですね。そしてこちらは、コリアレポート編集長のピョンさんですね。このピョンさんは結構テレビでもよく出る方ですよね。この方ですね。ピョン・ジンギルさん。コリアレポート。テレビの、昼帯とかでしたっけね。よく出てるのを見かけたりしますよね。うん、で、そのピョンさんも、まあ、最近の韓国がですね、日本に対して態度をちょっと柔らかくした要因として、日本と中国の関係を述べています。うん、昨年11月と今年4月、中国の、習近平主席と安倍首相が会談、ね、首脳会談を行ったということで、これが韓国側に、朴大統領に、大きなプレッシャーをね、与えていると。そういうことですね。まあちょっと中国を当てにしていた韓国としては、日本とね、少し近寄ってしまったため、まあ、はしごを外される格好になったということですね。うん。まあこんな感じで日本からですね、韓国の外交面の失敗というか、国際社会における孤立状態になりつつあるというところを、いろんな方が、していったわけです。で、これに対してね、もう一つご紹介したい記事は、まあ、こちらなんですが、いろんな、という、ウェブサイトの、うん、記事で、こちらですね、韓国メディアから出た批判について、まあ、記事にしてあるものですね。産経新聞が出した記事のようで、反日外交に反省し始めた韓国メディアと、朴大統領の、プルトン、とこれね、読むらしいです。ここですね。の風当たり強まると、うん。ちょっと軽くね、この記事もご紹介しましょう。最近、朴槿恵政権の外交政策を批判しながら、自己反省する韓国メディアの記事が目立つと。このままでは、韓国が外交的に孤立するかもしれないという危機感の表れとも言えるだろう。そんな中、日韓関係の改善の兆しを歓迎する声も上がるようになったということですね。まあ、中央日報は、普通、プルトンの、韓日関係。まあ、韓日か、日本と韓国の関係がね、うまくいってないと。ならば、経済界が動き出すか。というね、そういう社説を掲載したようですね。うん、でちなみに、このプルトンとは、韓国で最近、朴槿恵大統領の意思疎通不足を表すときによく使われている言葉だということらしいですね。これプルトンって言うんですね、うん。なんかどこかで聞いたような言葉ですが、某有名な漫画で出てきますね。なんか古代兵器という名の。まあまあ、これは関係ないですね。で、ですね、さらにもうちょっと紹介しましょう。あとは、まあ、中央日報が実施した、調査で、専門家の 67.7%、一般国民の 47% が韓国外交は危機だと評価しているということです。多くの人々が朴槿恵政権の外交を厳しく評価しているということらしいですね。うん、で、さらに韓国外交の現在の問題点を、2点挙げています。一つは北東アジア情勢の激動にもかかわらず、状況を正確に読み取れていないと。そしてもう一つは、対日牽制外交に失敗したという点だ。政界の批判は特に後者に注目すると。うん、特に、対日牽制外交に失敗したということらしいですね。まあ、日本に対する外交。うん、まあ、
牽制外交って言うんでね、慰安婦問題でしょうね、はっきり言って。うん。それをもう失敗したと韓国メディアは思い始めているということでしょう。うん。さらに続いて、中央日報、同じく中央日報の社説ではですね、安倍首相の訪米に関して、日米が新たな蜜月時代を切り開いていく雰囲気だと。こうした中、米日豪間の三角協力体制を構築しなければならないという主張まで提起され、ワシントンの一角では韓国排除論も出ている状況だと。うん。確かにね、こういう動き出てきてますよね。日本とアメリカとオーストラリア、この三国でね、協力体制を太平洋の上でね、作っていこうという動きも出てきてます。これに対して、まあ韓国メディアがですね、焦っているということでしょう。うん。もう少しね、ご紹介しましょう。そしてですね、今度は韓国経済新聞は、米国や日本、中国は対立の中でも国益のためにお互いに手を握っているが、韓国はその狭間でしっかりとした外交戦を展開できずにいると言ってます。日本、中国、アメリカというものはね、まあ、それぞれ思惑はあるが、対立する部分はあるが、それでも国益のためにはね、手を取り合うところは手を取り合って、まあ、うまく外交をしていると。その中で韓国だけができないとね、言ったことを韓国経済新聞が批判しているというわけですね。そしてさらに、コネですね。日本が米国との密着した有利な立場を獲得した一方、韓国の位置づけは狭まったという評価だ。安倍首相は領土をめぐり紛争をしている中国とも関係改善に乗り出した。いわゆる実技外交、実利外交だ。欧米に先立ちインドネシアで開かれたバンドン会議で中国の習近平国家主席と会談する場面を演出したと。日本に強硬な態度をとって距離を置く韓国が孤立するかもしれないという観測が出てくる背景だ。とね。まあ今ご紹介したようにね、こちらの記事では、主に韓国内、韓国のメディアが、現、パク・クネ政権に関してですね、まあ批判、不安要素、失敗というものをね、言ってるわけです。まあこんな感じでね、先ほどご紹介したこちらの、記事、日本国内でも言っていますし、そして韓国国内でもね、パク・クネ大統領、パク政権に対する、まあ批判、外交面での失敗というようなね、まあ意見が今たくさん出ているわけですね。まさに、パクさんね、ちょっと追い詰められてしまっている状況ですがね、こっから何がね、ウルトラCを、考えているんでしょうか、パク大統領。まあしばらくね、見守っていきたいと思います。はい。ではですね、動画をご視聴いただきありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。